インズ流マシンメイク&アンチエイジング法。34GTR というのは本当にいい車でですね、そうですね、あまりまあ、むやみにパワーを上げすぎないということと、まあそうですね、通常バランスを取った作りをする、まあ、曲がる止まる走るを完璧に作り上げれば、もう多分何にも負けない車になると思います。新倉さんが思う R34GTR とは。34GTR というのはですね、まあ 32GTR が進化したっていうことを一口で言ったんではもったいない車ですね。やっぱり 34GTR というのは特別な車です。常にこうなんか相棒みたいな感じでね、自分のそばにあるし、まあ付き合いも今までってやっぱり一番長い年数じゃないかなって感じはしますよね。そんな新倉さんの GTR との付き合い方は、スカイラインっていうのはですね、僕の中でそのいじり方のそのなんていうかレギュレーションみたいなものもやっぱり非常にしっかりしてて、これをやっていいけれどもこれはやっちゃいけないみたいな、まあ周りのその格好に対しても、ここまで、まあ、いくらダウンフォースが上がるとは言っても、ここまではしてもいいけどここまでは、しちゃいけないみたいな、まあ、非常になんか自分の中でもレギュレーションがこうまとまっているようなこう特別な車ですね。ターボチャージャーは、まあ、要はシングルターボじゃなくてノーマルに見えるようなツインターボまで の, その大きさであったりとか、フロントのリップはここまでのような作りだとか、まあマイズ全般に言えるんですけど、まああまりいじりすぎないっていう、そのそこでこうノーマル前としてるんだけれどもかっこいいよねみたいな、まあそういうものをもう大事にして、まあ常に作ってきてますね。それがまあ一番その34に現れてるんじゃないかなと。筑波で53秒4秒は出ないけれども、要はユーザーって意外とそんなとこまでを求めてなかったりして、じゃあそのこの車でどのぐらい出るのかっていうのを要するに求めてるみたいな、そんな感じでやってきてるのが現状ですかね。ユーザーがマインズスタイルっていうのを決めてきてるっていうのも、マインズはこうあるべきで、こうこれをやっていいけどこれをやっちゃいけないみたいな、なんかもうお客さんから教えられることもあるし、時代がなんとなくこうマインズ流に戻ってきたのかなってまあ感じはしますね。マインズデモカーの方向性とは、この 34GTR のデモカーはですね、まあサスペンションなんかもまあもちろんその減衰力を調整したりとか、まあバネレートを変更したりとかっていう熟成はされてますけども、趣旨としてはまあもう決めたのは自分ではもうロールゲージはもう入れまい、要は内装その他も絶対軽くはなっても外すまい、まあなぜかというとやっぱりそれがやっぱりストリートをにこうフィードバックされていくんで、やはりユーザーのその目線に立つという意味、あとは自分もその、そのレーシングカーを要するに設計して例えば作り上げてるんじゃないっていうきちんとした気持ちからですね、本当のカーボンパーツを使って軽くしたり、チタンのパーツを使って軽くしたり、まあ結果的にその軽くなったんだっていうことでですね、まあ、ブレーキの例えばそのシステムも、まあだんだん進化して、まあ、要は前後のバランスをいかにうまく考えて作っていくかとか、まあ、その辺の
熟成はありますけれども、あのギア比がちょっと違います。あのファイナルで変更してありまして 4.1 という、まあ、筑波とか、まあ、ショートサーキットに合わせた仕様で作ってあります。富士なんかを走る場合はまたこれがあの 3.7 とかっていうそのファイナルに変更するとかって、まあ、その程度 その変更で、まあ、オールマイティに走らせてますね。やはりそのストリートを意識してレスポンスっていうかピックアップというかそのストリートの乗りやすさといいんですかね、まあ、そういう意味で、比較的、まあ、そうですね、エンジンの作りとしては 2.6 リッターのそのまま、まあ、軽くシュンシュン回るような2530というそのギャレットのターボを使っていることは変わらないんですけども、まあ、あのうちそのコンプリートエンジンっていうのがやっぱり結構お客さんに評価を得てもらって、あの、結構熟成されていった関係から、まあ、カムのその度数ですとかリフトとかあのピストンとか、まあ、クランクシャフト、まあ、通常クランクシャフトなんかも、まあ、軽量するともう弱くなってしまうっていうのが通例なんですけども、まあ、これをあえて、まあ、いろんなテストを加えてですね、まあ、回転リミットを、この車結構そのクランクシャフトが長いもんですから、その回転もあまりむやみにこう回してしまうとやはりエンジンもあの弱くなってしまう、まあ、そういうことも踏まえて、まあ、クランクシャフトあの強度を落とさなくこう削って軽量していって、まあ、ピストンも非常に軽量のもののバランスのいいものを使うとかっていう熟成を重ねてですね、どん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 その丈夫なレスポンスのいいっていうエンジンができていったように感じますね。今日は、まあ、最初で試しですね。綺麗なでもあのコースですよね。どうですか GTR にとって。ちょっと車速がどのぐらい出るのか心配ですけどね。新たなもくろみとしてワインディング、こういうちょっとデンジャラスな企画はオプションらしいねと思ったんですけど、来てみてびっくり。いやスピード乗ると思うよ。どれだけいけるかわからないけどタイムアタックもしちゃおうかな。システムが、まあ、新倉さんだから何をやってるか分かんないんだけど、かなり煮詰めてリアが絶対出ないっていうセッティングなんだよね。エンジンのピックアップはいいんだけど、アクセルをガバッて上げてもタイトなコーナーの立ち上がりでもリアは絶対出ない、出させない、前に車を進めるっていうセッティングになってるんで、そういった意味では今後その GTR を早く走りたいっていう人のためにはやっぱりそういうリアを出すGTR ではなくてセンターのトランスファーの強化だったりフロントデフのセッティングだったりリアのデフのセッティングだったりして四駆を有効に使えるようなセッティングすると非常に GTR は速くなるのでやってみてください。
34GTR はね健在ですよ。まだまだGTR ね3号とか出てきたんだけどね、みんなこう3号どうしようかなって思ってるけど、 34GTR はこれからもっと煮詰めて速くなる車だと思う。なぜかというと車全体が軽い、軽いってことは結構マージンがあるんでね、車的にすごいまとまりがあるんで、非常に今後この 34GTR は速くなる可能性を十分持ってる。34GTR のそのコンピューターのセッティングはですね、そうですね、まあこの頃のコンピューターというのは、まあ、今のその最新のコンピューターなんていうのは、まあ、もうパソコンで通信で、まあ、要はまあ、リプロなんていうのも できるようなコンピューターとはちょっと違うんですけども、そうですね、 32GTR のコンピューターから見ると、まあ、34というのは容量が倍になってですね、1004を、まあ、細かくできるようになったりとかですね、同じ日立のユニットで、そうガラッとは違わないんですけども、 32GTR がまあ8ビットでその、まあ、ニゴロという通常の EP ロムというタイプで、まあ、できたんですけども、まあ、これは、誰でもこう、ハンダごてで引っこ抜いてロムライターで読めば、まあ、比較的読めた。それが、まあ、33になって、そうですね、16ビットに変わって、34で結構そのセキュリティが厳しくなったような、なかなか読み出ししづらいっていうようなコンピューターになってるんですけどもね、まあ、制御の方も大きなところは、まあ、そんなに変わってないにしても ETS との連動であるとか、まあ、ABS の問題とか、まあ、その辺はどん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 進化してですね、優れた、まあ、コンピューターと呼ばれるような感じに、まあ、今のコンピューターと比べるとですね、まあ、非常に簡素化されたようなね、いじりにくいといっても、まあ、僕らにはまあ別に特に問題もない、いじれるようなコンピューターですけどね。やはりやっぱりこの辺の車はオリジナルの、要はノーマルのコンピューターのプログラムをいじる方法が、まあ、一番いいと、まあ、信じてますね。ノーマルコンピューターが優れてる理由っていうのは、やはりその北海道に持ってってもしかり、沖縄に持ってってもしかり、まあ、極端な話アリゾナに持ってってもしかり、要は温度が何であれ、まあ、湿度が何であれ、気圧がどうであれ、まあ、全てパーフェクトに作られてますよね。その辺で要は寒くなったらまたセッティングをしな押さないといけないとか、そういうことも一切ないですし、まあ、全てもうかなりそのやっぱりメーカーの技術のすごさっていうんですか、そのパーフェクトに走るという、まあ、この辺の理由が一番の理由じゃないですかね。その現状を維持つつ、まだパーツは結構その2、3部の部品なんかでも結構ありますしね、それをこう今のコンディションを維持しつつ気持ちのいいチューニングをですね施した上に、こう車を要は楽しんでいく的な大事にする人がものすごく多いですね。